挨拶がないわね。もう3日も待ってるんだけど。う、あんた最近越してきた新人だよね。私ここら辺仕切ってるミナっていうの。 PTA も町内会も全部私の仕切りよ。およよよよ、ちゃんと理解したの？この町じゃ何をするにも私の許可がいるってこと。勝手なことしたら許さないから。これはもしやついに来たか。うちの子と同じクラスでしょ。生徒会長なのよ。逆らわないように子供にも言っておきなさい。ざわ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 。何ふざけてんの。うちの夫は会社社長で岐阜は市議会議員よ。私に逆らったらこの町に住めないってことだけは理解しておきなさい。やっぱりそうだ。これはまさにマウント系モンスターペアレント。ついに私の元にも来た。は、会いたかったです。最近のママさんたちっておとなしいじゃないですか。こういうパンチの効いたママさんって令和じゃ全く見かけなくなったんですよね。何言ってんの。だって初っ端からマウント取ってくるなんて非常識ポイント上がりまくりでしょ。普通は挨拶じゃないですか。そういうところ逆に素敵です。褒めてんのけなしてんのどっち。どっちでもありません。珍獣って見たことあります？珍しいなって思うでしょ。あの感覚と同じです。けなしてるだろ。全然嬉しいんですよ。今じゃ絶滅危惧種のモンペに絡んでもらえるなんてこんなありがたいことありませんって。ふざけるな。私をバカにしてただで済むと思うな。バカになんかしてません。ワクワクしてます。もっとください、バリ雑言のシャワーを。変なことばっかり言うんじゃない。気持ち悪いったらないわ。ぶっ倒してやろうか。ああ強い、パワーが強すぎる。あんたみたいな無礼なやつは初めてよ。二度と私に逆らえないように痛い目に遭わせてもいいんだから。ああそんな恐ろしいことやめてください。あんなところから手を突っ込まれて奥歯ガタガタ言わせられたら私立ち直れません。そんなことするか。他の方法で痛めつけてやるわ。私は夫に浮気され、浮気相手にもバカにされ、家も奪われて母子家庭で細々と暮らしているのです。どうか奥歯ガタガタだけはご勘弁を。え、そうなの。あんたも大変な思いしてんのね。私のような貧民が皆様のような上級国民様に逆らうことなんてとんでもございません。分かってるならいいのよ。恐れながら申し上げます、私めのラインはどのような魔力を使って手に入れたのでしょうか。あんたのお隣さんも同じクラスでしょ。その人に聞いたの。はい、たった2時間ほど前にライン交換したばかりなのに CIA ばりの情報収集力で私震えております。これが私の実力。まざまざとその力を見せつけられました。こうなると私めはひれ伏すほかございません。はは、今土下座してます。見せられないのが残念です。あら、分かってきたじゃない。分かればいいのよ。具体的には私めは何をすればよろしいでしょうか。今度ママ友でランチ会するの。未だかつて一度も呼ばれたことのない未知の世界、それがママ友ランチ会。あら、あなた友達もいないの。そんなあなたに朗報よ。次のランチ会参加させてあげる。ありがたき幸せ。そこで皆さんにあなたを紹介してやっとこの町の一員になれるのよ。よかったわね。そんな儀式があるのですね。黒装束は持っていませんが大丈夫でしょうか。誰がそんなもん着るのよ。普段着でいいわよ。承知いたしました。張り切って参加させていただきます。私はほなみ、35歳の新ママです。浮気相手から夫と豪邸を略奪された私は引っ越しを余儀なくされました。私の過去について気になる方は概要欄をご覧ください。新しくやってきた町で早速マウントを取られてしまいました。私を見ると人はマウントを取ったり夫を奪いたくなったりするのでしょうか。自分の運命呪いたくなりますよね。このミナさんという方に誘われランチ会へのこのこと出向いた私、歓迎されると思っていたのに皆さんの策略にまんまとハマってしまったのでした。数日後。最高のランチ会だったわね。あれが上級国民のやり方ですか。楽しくなかった。旦那に浮気されたとか家を奪われたとか新ママだとバカにされんのは100歩譲ってよしとしましょう。しかしながらひょっとこ踊りをいきなり踊れとは一体どういうことですか。あれはおかしかったわ。お腹がよじれちゃった。予告なしでさせるなんてひどすぎます。は？事前に練習しておきたかったです。そしたらもっと完璧なひょっとこをお見せできたのに。そこ怒ってんの。それにモノマネの無茶ぶりだってそうです。
あれもひどかったわね、クオリティ低すぎて。私、野口五郎よりも西城秀樹派なんですよ。ヤングマンだったら完璧に歌って踊れたのに。あんたの怒るポイントが分かんないわ。とにもかくにも、私はあれで儀式を通過できたのでしょうか。いいえ、不合格よ。新ママは私たちの仲間にはふさわしくないってことで、皆さんの意見が一致したの。だからあなたは仲間には入れない。なんという失態。野口五郎のクオリティが低かったせいですね。違うって言ってるでしょ。いやー、さすがマウントモンペババアですね。実際にお会いしてびっくりしました。は？マウント取れるところが配偶者の有無しかないんですね。ランチ会も自慢話と他人の悪口ばっかりで、この人たち何が楽しくてここに集まってるんだろうって心の底から不思議でした。あんた喧嘩ってる？売るわけないじゃないですか。喧嘩って立場が対等じゃないと面白くないでしょ。そうね、私の方が圧倒的に立場が上だから喧嘩にならないものね。逆ですよ。は？だってミナさんって旦那さんが社長で義父が議員なんですよね。そうよ。家族は身が詰まってるかもしれないけど、ミナさん自身は空っぽじゃないですか。あんた誰に向かって口を聞いてるか分かってる？はい、中身すっかすかの空っぽモンペババアです。こんな屈辱は初めてよ。はあ、光栄です。あなたの初めての女になれて。覚えてなさい、この町から追い出してやる。威勢がいいですね、モンペはこうでなくちゃ。私が PTA の会長だってことを忘れてないでしょうね。あなたのお子さん通えなくしてもいいのよ。公立学校ですよ、通う権利があります。 PTA が騒ぎ立てたところで何も起こりませんね、残念です。じゃあ夫と岐阜に行ってやる。あんた今日でこの町の生活が終わるわよ。やだよ、そんなのやだよ。バカにしやがって。せっかく引っ越してきたのに得体の知れないおばさんのせいで住めなくなるなんて、こんな理不尽な話がありますか。それを可能にするのが我が家よ。震えて眠りなさい。ガクガクブルブル。この女許さない。あ、押しちゃいけないボタン押しちゃったみたい。でへべろ。翌日、岐阜に頼んどいたわ。今後新ママのあなたがパートをしようと思って面接に行っても、どこの店も通らないと思いなさい。はて？スーパーもファミレスもあんたが働きそうなところは全て岐阜の息がかかってるの。その息臭そうですね。いちいちふざけるな。あんたの生活立ち行かなくなるわよ。ああ、大丈夫っす。は？私、画家なんで。え、画家？はい。こないだ描いたライスという絵が賞を取ってから、私の絵の値段が跳ね上がりまして。ライス？聞いたことあるような。その絵ができた経緯話しましょうか。2時間くらいかかりますけど。いやいやいい。なんで画家がこんな町にやってきたわけ？市長直々に頼まれたんで。は？市長？ああ、はい。町おこしの一環で壁面に絵を描いてほしいと頼まれまして。え？それどっちの絵ですか？絵にかけての絵ですか？いや、どっちでもいい。市長さんは私があんまり売れてない時からの顧客でして、壁画は得意じゃないって断ったんですけど、どうしてもって頼まれまして。あなたってすごい人なの？すごくはありませんが、絵だけで家族を養うだけの自信はあります。ちなみにライスは5000万で売れました。え、そんなバカな。昨日市長と打ち合わせだったんで、ミナって化け物が真偽を使って脅してくるよ、怖いよって愚痴ったんですよ。バカ、市長になんてこと言うのよ。そしたら、あー近々あそこの家は終わるから見てなさいって言うんですよ。え、どういうこと？旦那さんの建設会社と市議のお父さん、ズブズブの関係らしいですね。そりゃ親子だから。汚職してるんでしょうね。そうなんでしょ。そんなはずないわ。公共工事の情報を事前に流したり、最低落札価格を教えたりしてるらしいですね。警察も動いてるそうですよ。嘘。華麗なる一族の終焉ですね。まあ大して華麗でもないですけど。いやよ、皆さんも人の心配してる場合じゃないですよ。何のことよ。私、壁画の参考にするために毎日散歩してるんですけど、昨日ホテルに入っていく男女を見かけました。そりゃそういう人もいるでしょうよ。みなさんでした。そんなわけがないでしょ。あんたの目腐ってんじゃないの。適当なこと言ったら私だって本気出すから。
おい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 、新ママだってだけで随分とマウント取ってくれたな。おい何よ、旦那の金で豪遊して義父の権力振りかざして、てめえはまったり浮気かよ。いいご身分だな。お願い誰にも言わないで。人にひょっとこまでさせて笑い物にして、さぞかし楽しかっただろうな。悪かったわ、二度とあんなことはしない。じゃあてめえがひょっとこやれよ。それはちょっと。てめえらみたいな人種はな、人が控えめにしてりゃ偉そうにマウント取りやがって、私にだってプライドあんだ。調子乗ってんじゃねえぞ。はい、存じております。穴という穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わせたるか。どうかご勘弁を。はあ、すっきりした。え、やっぱり切れておかないとサンゴが閉まらないんで。あなたって何なのよ。旦那さんとお父さんは近々逮捕されます。空っぽのあなたに何ができるんでしょうね。先生、私に助手をさせてください。え、嫌です。そんな、お茶汲みでも筆洗いでもしますから、私にご慈悲を。後日談。市長の言う通り、ミナの旦那さんと義父は汚職で逮捕。ミナの浮気相手は旦那の会社の専務だったようで、その人も逮捕。獄中で浮気のことを専務から謝罪され、初耳の旦那さんがそれに切れて慰謝料請求してきたりと、もう訳が分かんない状態になっているそうです。私の壁画の完成はまだまだ先になりそうです。というか、まだプランが浮かんでません。何変えたらいいと思います？市長の無茶ぶり受けなきゃよかったな。